こんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。こんにちは、社会保険労務士の青木ゆめです。メッセージをいただきまして、読ませていただきますね。ありがとうございます。匿名かきさん、いつも楽しく聞いています。社労士のお仕事を解説するラジオ会があると嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね、こうメッセージをいただくと、はい、よかったな、聞いていただいてるんだなという気がいたします本当ですね社労士の仕事何やってんのかよくわかんないってたまに言われるんですよね。で、何頼んでいいのかわかんない。そうですね、うん、私も自分の友達に社労士っていうと、うん、それまず国家資格なのっていうところから始まり、うんうん、で仕事何って言われて社会保険労務士っていうのは一応私業なので、社会保険労務士とはこういう仕事をしますっていうのが社会保険労務士法に決まってるんですよ、まずね、うんうん、それがまあ社労士だったら言うのが1号業務、2号業務、3号業務で、それが、1号業務が社会保険の手続き、社会保険とか労働保険とかそういう役所に何かを提出するときに書いて代わりに提出してあげるっていうのが1号業務です。あと2号業務っていうのは台帳作成業務って確か書いてあって、基本的には台帳作成っていうのは会社にはですね、帳簿を整えておかなきゃいけない帳簿が今4つありまして、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、あと有給休暇管理簿、はい、有給休暇管理簿は最近増えました。でこれのその帳簿を作成するっていう業務が2号業務なわけですよ、うんうん、で3号業務っていうのはコンサルティングは相談に乗ったりとか、その何か社会保険とかについてアドバイスをしたり相談に乗ったりするっていうのが3号業務なんですね。なので社会保険労務士法に定められている社会保険労務士のお仕事というのはこの3つです。で、特定社会保険労務士っていう社会保険労務士の上位資格みたいなのがありまして、はい特定社会保険労務士になると斡旋の代理人ができるんですよ。調停斡旋っていう、その裁判では裁判はダメなんですけど、だから労働審判はダメなんですけど、事業主の代わりにこうこうこういうことなんですよっていうことをお伝えするという代理をやっていいということになっております。会社向けにサービスを行っている会社っていう事務所っていうのが、まあ、大多数なんじゃないかなと思うんですけど、社会保険労務士さんって、まあ、会社向けにやってる人とあと個人向けにやってる人といて、うん、会社向けにやってる人の方が全然多いと思うんですけど、うちもそうなんですけど、会社向けにやっている社労士事務所っていうのは、社会保険労働保険関係の手続きの代行、あと日々の人事労務についての相談、それから大体給与計算の3本立てが大体多いです。そうですね、大体そうですね。でこの3本のうち何をお願いするかによって金額が決まってることが多いんじゃないかな。で大体顧問契約で毎月いくらっていう設定でやってますね。それがまあ大体毎月発生するんで、毎月それをやっているのと、あとたまに発生するのが就業規則の作成ですとか、あと助成金の申請っていうのは、まあ大体どの社労士さんでもやってるかなというところですね。まあつまり社会保険労務士のお仕事っていうのは、人事労務分野の相談、日々起こる相談、それからあと何かこういうふうにしたらいいですよっていうコンサルティング、それからあと代わりにやるっていう単純なアウトソーシングの3本かなっていうふうに思ってます。うん、はい、例えば具体的に言うと、自分が会社を立ち上げました。で会社立ち上げて会社作って人を雇う時になった、人を雇おうってなった時に何をしていいか分かんないと思うんですよ。うんうんうん、でその時に相談してもらえれば、こういうふうにやるんですよっていうご相談なり、代わりにやってあげるなりができるというもの。あと、会社をやってる場合は今、まあ、労務担当の人が大体やってると思われるんですが、まあ、新入社員が入った時とか、あと産休が出た時とか、育児介護休業が出た時とか、そういうその役所に対して出すとか、あと法律にのっとってやらなきゃいけないことっていうのをアドバイスしたりとか、こういうふうに運用したらいいですよっていう相談に乗ったりとか、そういうことがありますね。あとは給与計算のアウトソーシング、うん、まあこれもね、社労士さんによってはやりた
やらないって言ってるところも結構あります。まあ社労士の本分っていうのは、まあ、手続き業務と相談業務なんで、給与計算はやることじゃないって言ってるところもまあその意見もあるんで、まあ、ただうちの事務所は給与計算は結構やりたい方で、なぜかというと給与計算って現れるんで、あの会社の考え方がそのなんか会社に近しくなれるような気がします。確かに賃金台帳っていろんな情報が、ね、うん、含まれてますよね。正直、何個も見てると賃金台帳を見ると大体なんか会社の方針って見えてきませんか？わかります、すっごいそれが感じるので、まあ、私は給与計算も一緒にやった方がいいんじゃないかなって思ってる方です、はい。で、あと最近やっぱすっごい増えてきたなって思うのが、あの労使トラブル。で、労使トラブル の, あの防止っていうのは、まあ、前からあったことで、まあ、大体就業規則作る時とかっていろいろ最近あの揉めることも多いんで、ちゃんと決まりを作っておきましょうねっていう、その、まあ、未然防止の一つだったわけですよ。あと最近本当に増えたなって思うのは、従業員からこういうことを言われました、どうしようそれが一番多いかもしれない。あとこういうことを言ってきてる人がいますとか、あと現場でこういうことが問題になっていて、ただこう会社としてはこういうふうに指導してるんだけど、それはパワハラじゃないかって言われてるんだけど、これどうだろうとか、まあ、労働者の、ね、立場がすごい擁護される、まあ、いい世の中になってきてると思うんですけれども、その反面、まあ、やっぱり経営者側の人にとっては、ナイーブにならざるを得ない局面が増えてるっていうのは確かですよね。そうですね。なんかね、でもちっちゃいことでも相談してくれるっていう関係をまず築くのがやっぱり社労士としては大事だと思うので、そうですね。はい、あの何でも相談できるようなそんな社労士事務所にしたいです。てかそんな社労士事務所だと思ってます。はい。そういられるように頑張ります。はい、お願いします。はい。そんな感じかな、社労士事務所。あとまあうちの事務所はそういうことしかやってないのでちょっとやってないですけど、まあ、個人向けのサービスとしてはそのさっき言った斡旋手続きの代理人っていうことで、あの個人が会社に話し合いを申し込む時の代理代行っていうのをやってる人もいます。ファックス来ちゃいましたねはい、まあいいや。であとは最近個人向けで多いのは障害年金だと思います。障害年金の手続きの代行っていうのをやってらっしゃる社労士の方も結構多いです、はい。というわけでまとめますと、社会保険労務士のお仕事というのは、まず手続きの代行、給与計算、相談ということで、経営者の方、人事労務の方が日々どうしていいかわからない問題っていうのを気楽に聞ける相手っていうのが社労士だと私は思ってます。友達にそう言おうはい、ということで、人事労務分野のスペシャリスト社会保険労務士でしたということでありがとうございました。ありがとうございました。はい、ワンワン。